ぱりふるさとを持っている我々には大変励ましてくれる勇気をくれる歌です。本当にいい曲を親父にもらったなと思って、全国歌ってるんですけど、いかんせい2コーラスに下ばっかり言うなよ、こんな結構強いなよ、ひねりこ強いなよっていう都城弁が入ってるもんですよ。これをなかなか皆さんが理解できないんでございまして、で、コメンケコツってのは札幌のすすきのですね、コメンケコツって何ですかって、小さな骨のコツですかなんて言われちゃって、そうじゃねえっつうの。ほんで、花は餅よなんて、餅よって花があるんですね。そうじゃないんですよ、餅よというんですね。桜がいっぱい2600本咲いてる、桜の山があるんですよって、そんな話をしながら、日本全国キャンペーンしておりますが、ぜひ皆様に覚えてね、いただきたい。これ都城の人間しかわからないんです。宮崎の皆さんも覚えていただきたいと思います。てなことで、新曲、そして頭ポワッといきましたけれども、ここからはですね、ヒストリーと申しまして、私が、17の時に、それこそ、竹中はじめ先生にですね、皆様よくご存知でございますが、竹中のお父さんに、東京行ってるか死んだねっていう、そういうチャンスをいただいてきました。それが宮崎県が MLT 選手権という歌謡選手権の、それに出場させていただいて、それがきっかけで東京に行きました、はい、かっこよく大学になるというのを前もって中退という形で、出て行ったんでございますが、はい、そんな僕には思い出の曲になった曲です。失礼しました。いいですね、そういうのもね。あれですもんね、小田さん。ちょっとやってもらっていいですか。あ、そうか。
夕焼けの生き方っていうのは、残る街に、何かありましたね、通行、あ、そうです、あれ通行ラスでどっか戻りましたよね、すぐね、はい、そうですね、帰らない、そうですね、花が咲くまで帰らない、で終わったんですよね、そうです、わかりました。書いておかないとね、一人で違うとこだって通行ラスって書いてある、通行ラス、あ、そうそうそう、通行ラスって書いてあるんですよね、ツーハーフですよね、はい、ツープラスハーフ、よし、すいません、いいですか、おい、行きまーす、夕焼けの方に、さあ